スフィンクスで記念撮影する憲王施設団一行、アントニオベアート撮影マスダコ・マスダコ昭和13年12月28日は日本の実業家。早々期の日本経済を動かし、三井財閥を支えた実業家である。明治維新後世界初の総合商社、三井物産の設立に関わり、日本経済新聞の前身である中外物価新報を創刊した。 茶人としても巧妙で生倉沖なと号し、千里宮以来の大茶人と称された。男爵。三井孝明理事長。佐渡国沢田郡相川町に生まれる。陽名は、の行ゆ父の鷹之助は、函館奉行を務めた後、江戸に赴任。うも江戸に出て、ヘボン塾に学び、麻布前福寺に置かれていたアメリカ公使館に勤務、ハリスから英語を学ぶ。 文久三年、フランスに派遣された父と共に、憲王施設団に参加し、ヨーロッパを訪れている。ヨーロッパから帰国後は、幕フリク軍に入隊。騎兵畑を歩み、慶応三年六月十五日には、旗本となり、慶応四年一月には、騎兵頭並みに昇進した。明治維新後は、明治二年の井上薫の勧めで、明治五年に大倉省に入り、 造兵言の神となり、大阪へ赴任し、旧幕時代の通貨を新貨幣に切り替える任に当たった。翌明治6年におさ、沢道山を食事件で、井上が下野すると、増田も続いて、食を辞した。翌明治7年には、英語に堪能だったこともあって井上が設立した先、おさむ会社の東京本店頭取に就任。明治9年には、中外物価新報を創刊。 同年、先、おさむ会社を改組して、三井物産設立とともに、同社の初代総括に就任する。三井物産では、面紙、面布、キート、石炭、米など様々な物品を取り扱い、明治後期には取り扱い画家が、日本の貿易総額の2割ほどをも占める代償者に育て上げた。三井物産が設立されてからは、渋沢栄一とともに、 マスダの幕府騎兵隊時代の同期生の矢野次郎を支援したため、物産は多くの一橋大学出身者が優勢を占めた。三井内部では工業化路線を重視した中見川彦次郎に対して商業化路線を重視したとされている。さらに、三井財閥総帥であった中見川の死後実権を握ると、経営方針の中で中見川により築き上げられた。 三井内の慶応義塾出身者を中心とする学罰を排除することを表明し、中見川の後継者と目されていた浅吹英二を退任させ、三井財閥総帥には段拓馬を三井銀行には早川千吉郎を当てた。また、公部長から三池担行の払い下げを受け、明治22年に三池対抗者を設立、段を事務長に据えた。明治33年に、 台湾政党設立。大正2年、辞任。大正7年、男爵に除される。明治中期頃から茶道をたしなみ、明治39年には、小田原市の板橋に、別邸総運台を造営し、数多くの茶席を建てた。このことが後に、近代茶人らが、小田原、箱根へ集まる始めとなっている。近代小田原三茶人の一人としても知られる。 趣味の茶器収集も有名であった。二部沖き名の子は彼が収集した茶器の一つ、どんだろうに由来する。墓所は五国寺にある。佐竹本三十六河川絵巻や西本願寺本三十六人河集の切断に関わる中心人物であった。切断は彼の自邸で行われるなど便利を図っており、その評価は分かれるところである。弟で、 実業家の増田栄作も野々村人清作の色絵金銀べし文茶碗などに代表される収集家である。また、共に箱根郷らの別荘地開発に深く関わった。大正15年には慶応義塾大学医学部に寄付を行い、職業研究所が設立された。ありがとうございます。